トッテナムのポステコ監督、9人の超絶ハイラインサッカーが面白すぎた。9人になってもハイラインを保ってハイプレスしてたスパーズさん、すごかった。2人いない状態でこのハイラインすごく異常だけど、すごくすぎ。スパーズサポじゃないけどめちゃくちゃ楽しい試合だったわ。ダイヤーがセンターバックであのハイラインは謎でしかなったけどね。秘策とも言われてるが、最後の最後までどっちに転んでもおかしくなかったんだよな。あの無茶なハイラインは人によって評価分かれるわな。ただただビカーリオが神だった。ビカーリオさすがに守護神すぎて草。ソンが最後決めてるか、ダイヤーのゴールがオフサイドじゃなければ。ポステコ戦闘強すぎるだろ。あの状況でハイライン貫くとか本当に強靭だと思う。ここまで貫くサッカーやられるとサポーターは応援したくなるよな。正直このハイラインはしびれた。